はい、どうも皆さん、いつも頃に太陽を、ゲームモデル太陽です。もともと高校時代、中学時代を通して全然モテなくて、人間関係にもすごく、難しいなって意識を持ってたんですけど、あるね、友達のアドバイスですごく生活が変わったなっていうことがあったんで、そのアドバイスをまとめようと思います。で、今日の題名はズバリ、クラスで友達を多く作る方法、クラスの人間関係を良くする方法という題名で始めます。ちょっとね、モテたいであったりとか、もうちょっと、学校の生活楽しくしたいなっていう人におすすめかなと思います。それではその内容に移っていきましょう。どうぞ。じゃあね、人間関係とか友達を、多く作るには大きく分けて2つの方法があるんですけど、そのうちの1つは、はっきり言って服装や外見の問題、匂いとか髪型、これはすぐに直すことで、外見は内面のことと違ってすぐに直すことができるから即効性がめっちゃ高い。シーブリーズとかすごく流行ってて、あれの特に、まあ結構ね、爽やかなね、匂いを選択してミントであったりとか、あんまり 甘っこい匂いをね、めちゃつけるよりは爽やかな匂いをつけることをすごくおすすめする。髪維持だけで本当に変わるから、マジで。高速で規制がかかってるところに関してはしょうがないんだけど、それでもちょっとそのね、範囲内で自分で身だしなみを整えるだけで一気にね、変わります。自分もオタクだったんで、こうキーホルダーをジャラ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 つけてみたりとか、そんなもんしたんだけど、やっぱりね、そういうのが後々効いてると、なんかあれでなんか逆に引け目を感じてるという人もいたみたい。最後にこれ絶対いいな、特にね、男の子におすすめなのは眉毛。マジでこれ後々ね、女子からめっちゃ言われたんだけど、あの太陽ね、眉毛全然手入れしなかったの、本当に。でも人間関係が上手な僕にね、アドバイスをくれた人間関係が上手な友達が絶対眉毛カットしてもらえなって言ってから、実は一気に変わった、本当に。なんか眉毛ね、床屋さんとかでもしてくれるから、あの眉毛ね、綺麗に整えてください、かっこよくしてくださいとか言った方がいいね。はい、動画を見てくれてありがとう。前の動画にもあるように、太陽元の卓球部でオタクで全然モテない系の冴えない系男子した。でも人間関係のことの勉強をね、絶対今高校生中学生の時に関わらず、これからは絶対生きるからって言って、たくさんね、友達に教えてもらってから、生活が変わったんで、何かの力になればと思って、今回の動画を撮りました。また動画を見てくれたら嬉しいです。今日は本当に見てくれありがとう。せーの、アラセイ。